んでここを取るんですかね。え、なんかいいんですか、その動きが。え、どういうことですか。なぜか好きだよね、ここね。はい、じゃあお願いしまはい、す。それでは知事の定例記者会見を始めます。はじめに知事からお願いします。はい、今日は3点お伝えいたします。まずコロナ関連です。言うまでもありません。東京都は現在緊急事態宣言の真っただ中にあるということを改めて申し上げておきます。で、感染の減少傾向にはあるもののですね、ここをどうやってこの状況が確実なものに、減少傾向を確実なものにするか、逆に言えばリバウンドを何としてでも阻止をしていくという、そのためには今が極めて重要であります。今日先ほど48回目のモニタリング会議を開催いたしました。そして感染状況、そしてさらに医療提供体制については、ともに変わらず最高レベルの赤が灯っております。皆様方のご協力によってですね、7日間平均の新規陽性者数については485人で、前の週と比べますと約 83%、 先ほど申し上げましたように、前減傾向といいましょうか、減少傾向ではありますけれども、それでも高い水準で推移をしてきているわけです。重症者数、こちらも依然として厳しい状況が続いております。で、先ほども賀来先生の方から変異株についてのご報告いただきましたが、すでに流行の主体となっている感染力の強い N501Y 変異株、これに加えまして L452R 変異株、これ最近呼び方が変わってデルタ株という表現になっておりますけれども、正式名称です。先ほどからお伝えしているわけです。で、国のゲノム解析による確定例を含めますと、これまで都内で発生した件数というのは28件確認がされております。で、 N501Y の変異株よりさらにですね、感染力が強いというこの L452R デルタ株ですけれども、海外の状況を含めますとですね、急速にこの L452R 変異株への置き換わりも想定をされるとのことであります。で、今後も急激なですね、感染状況の悪化ということになりましたならば、医療現場というのはさらに逼迫をする恐れがあるということです。で、そのモニタリング会議ですけれども、人流を分析しておられる西田先生からの報告がありました。で、都内の人の流れ、人流ですけれども、ゴールデンウィーク後にですね、昼夜いずれも増加しているということがこの解析で出てきております。で、特に夜間の人流の増加が目立つという、そのような指摘でありました。で、この傾向続きますと、早い段階でリバウンドする可能性が高いとの指摘もあった時で、ところでリバウンドする時っていうのはあっという間なんですよね。で、明日、明後日については土日ということで、あります。で、緊急事態宣言の再延長から、初めての土日になりますけれども、百貨店や大型の施設などについて、休業をおね、休日、土日については休業をお願いしているわけですけれども、専門家のご指摘を踏まえますと、これからの土日の過ごし方いかんによって今後の感染状況が大きく影響されるという指摘もありました。で、こうした認識をですね、ぜひ皆さんと改めて共有したい。そして土日、土曜、日曜、そして夜間の人流をですね、重点的に抑制をしていく今回の取り組みでございます。改めましてこの緊急事態宣言、この今回の重点措置というのは土日夜間の人流をいかに抑えるかであります。で、そこで都民の皆様方に引き続き外出の自粛について、お願いをするとともに、特に今申し上げたように平日の夜8時以降、そして土日の不要不急の外出、
ぜひとも自粛をしていただきたい。これは法律に基づくものです。都の県境を超えることについても移動も控えいただきたい。改めて申し上げます。これは特措法という法律に基づくお願いをしているわけでございます。でゴールデンウィーク明け後のですね、数字など今日のモニタリング会議で分析もしていただいたわけでありますけれども、職場での感染割合が継続的に増加をしていることが示されています。そこで事業者の皆様方への引き続きのお願いです。もうテレワークよろしくということは何度も申し上げています。それに加えて時差出勤などの活用、これらによってですね、出勤者の数を7割削減を徹底してくださいと、これはかねてからのお願いでございますが、そのテレワークの実施率がですね、大企業はですね、この経営者の方々がお電話しても今日はテレワークですとか1週間に1回しか出てきませんとかですね、もう徹底しておられるところは徹底しているところが、テレワークの実施率が6割程度にとどまっているのは中小企業なんですね。ただここの取り組みを後押しをするということで、これも前からお願いしていますけれども、週に3日社員の7割以上と、これを原則としてテレワークを徹底してくださいと。そして原則といたしまして、7月から3ヶ月間テレワークを実施した中小企業に対しては最高80万円の奨励金を支給をすることといたしております。でテレワークは実施可能な部署における取り組みを対象としていまして、現場に出向く必要からテレワークには馴染まない業種でも取り組みやすい仕組みにしておりまして、これが6月30日の水曜日までエントリーを受け付けておりますので、この機会にぜひテレワークの徹底に取り組んでいただきたいと存じます。でやむを得ずですね、出勤をする従業員の方も遅くとも夜8時には業務を終えて帰宅をするようにお願いをいたします。経団連、そして東証、東京商工会議所など経済団体にもですね、改めて要請をさせていただいております。で幅広く皆様方にこの呼びかけをしていくためのコンテンツを用意をいたしました。こちらがのチラシになります。動画も準備をいたしましたので、こちらをご覧ください。はい、音がありませんでしたけれども、こちらの動画になっております。それからカエルが出てきました。8時にはみんな帰るということで、職場から帰る、お店から帰る、寄り道せず帰る、うちで気分を変えるということで、カエルシリーズになっております。まあ諸外国では夜8時には帰ろうって言ったら、その前に家でご飯を食べるのに帰ってこないお父さんはもう離婚とかですね、それぐらいのことなんで、これってすごく日本的だと、私は日本の働き方の象徴ではないかと個人的には思っているんですね。まあ今先ほどの 人流で夜の8時以降が増えてくると、感染者数のそれが時差を伴って、感染者数が増えるということはもうずっと皆さんにお伝えしている通りであります。だからこそ今の8時だよ、みんな帰ろう、これを徹底していく必要があると思いますので、働き方の意識も変えていただければ、まあ、ホームページから先ほどのこれらのチラシについてダウンロードできますので、どうぞ社内に貼って、そしてまた経営者として、これは経営戦略として、お願いをしたい、徹底していただきたい。で SNS などの多様な媒体も通じまして、この件については広く発信をして、まいります。
で、都としましても主要な繁華街などを中心にして呼びかけを行ってまいります。この8時にはみんな帰ろう、しっかり根付いていくように、これは先ほどの人流の分析をしていただいている、その結果、またこれまでの分析を十分に汲み取った形でのキャンペーンにしていきたいと考えています。で、大規模な集客施設を運営しておられる事業者の皆様方には、土日の休業、そして平日の時短、またイベント関連の事業者の皆様方には人数の上限、収容率などの制限、時短等をお願いをいたしております。これは延長の際にもお伝えをしたところです。で、特に緊急事態措置延長後の初めての週末だということを先ほどからお伝えしております。ぜひともこの大規模集客施設の事業者の皆様方には、土日の休業を改めて、徹底していただきますよう、深く心からお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。それから酒類の提供、あるいはカラオケ仕様の飲食店などには休業を要請をいたしております。で、それ以外の飲食店等につきましては20時までの時短でお願いをいたします。こちらの飲食店の皆様方にも、もう本当に長きにわたって大変ご負担をおかけしているんですけれども、ぜひともご理解のほどお願いを申し上げたいと思います。で、そこに関わるんですけれども、徹底点検東京サポートプロジェクト、これはですね、以前から行っておりますけれども、感染防止対策が確認ができた店舗に点検済み証を交付をいたしております。で、これはお客様に対して安心を提供できるという証になるわけです。で、また協力金の申請書類の一部省略にもつながりますし、また都のホームページでのどこのお店この登録この点検済みですよということがマップで表示されますので、そういったメリットも享受できるかと存じます。で、訪問点検がですね、できますように、飲食店のご希望を叶うようにウェブ、そしてまた電話で点検の受付を開始をいたします。ウェブでの受付は今日から開始しますので、まだこの点検が済んでいないというお店については積極的にお申し込みをいただきたいと思います。要は今休業よ、いろんな要請にお答えいただいているところは、点検に行こうと思っても閉じてらっしゃるということがありますので、いや、うち早く見てくださいよという方々、今日からウェブで申し込みを受け付けますので、そちらにご連絡、お申し込みをいただきたいということです。それから保健所の体制について一言、この支援の強化についてであります。これ、保健所の皆さんはですね、業務負担ずっと続いてきて、また増加をしているという状況でございますので、支援を強化するとともに、感染の再拡大を防ぐために、積極的疫学調査などを担うトレーサー班の増員をしていくということです。で、去年の9月以降、保健師の方、看護師をはじめ、会計年度任期職、任用職員ということで112名、を採用してまいりましたけれども、さらに体制の強化を図るという目的であります。で、今回は保健師、そして看護師、事務職員など、さらに30名、程度増員をいたしたいと考えております。で、今日から募集を開始しまして、7月上旬の採用と なります。コロナ対策に都の職員の一員としてお力をお貸しいただける方々、ぜひご応募、我こそはということでご応募いただけますように、よろしくお願いを申し上げます。それからワクチンの接種についてでありますけれども、住民接種をより迅速かつ円滑に行っていくという一つの大きな鍵はですね、言うまでもありません、医療人材の確保であります。で、すでに東京都医師会などご協力を得て、多くの医師の方々が接種業務に携わっていただいています。で、これに加えまして、現在日本歯科医師会、
東京都歯科医師会、そして東京都看護協会はじめとして、さまざまな医療従事者の方々からも接種業務への協力のお申し出をいただいております。このような接種の担い手となる有志の医療従事者の情報を登録する人材バンクを今日から設置をいたします。東京都新型コロナウイルスワクチン接種人材バンクであります。今日からの設置になりますので、どうぞこの人材バンクに電子、E メールで氏名、そして連絡先などの情報を登録してください。そして都区市町村の接種業務に関しましての求人情報順次お知らせをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。それから看護職につきましては、これまでも東京都ナースプラザでコロナ支援の人材登録を受け付けておりますので、そちらをご活用いただきたいと思います。円滑なワクチン接種に向けての登録、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。それから同じくワクチン接種で離島島の関係ですね、さらに最新の情報をお伝えをいたしておきます。先日すでに都と小笠原村東海大学の連携で、このワクチンを活用した余剰ワクチンを活用した前倒しの接種についてお伝えをしたかと思います。覚えていらっしゃると思いますが、これをさらに加速できないかということで、国との協議の末、ワクチンの追加配布を受けることができました。それによって12歳以上の全島民、小笠原全島民に対する接種が可能になったわけです。で、東海大学から村へ派遣をする医師等の増員のお申し出もいただいております。で、小笠原村にも円滑な会場運営に向けました準備など精力的に進めていただいております。国はじめ関係者の皆様のご理解とご協力に対しまして、感謝申し上げたいと思います。で、国境離島に暮らす島民の命、そして健康を守る、そのために、関係者一丸となって取り組んでいくところであります。それからこの後私視察に参りますけれども、来週8日火曜日から東京都築地ワクチン接種センターが開設をいたします。で、接種開始に向けて順次準備を進めておりまして、今日会場で予行演習を実施をいたします。実際築地の現場でですね、動線がどうなっているのか、接種の流れがどうなっているのかなど視察をしてまいります。引き続きワクチンの接種が円滑に進むよう取り組んでまいるということです。それから先ほどから申し上げておりますように、人流を抑制をする、そして基本的な感染防止対策を徹底をする、そしてワクチン接種を円滑に進めるというこの3点セットでしょうかね、ご自身、そしてご家族、大切な人をしっかり守っていく、そして都民、事業者、行政、こちらも三位一体となってですね、この難局を打開していきたいと考えておりますので、引き続きのご協力を何卒よろしくお願いを申し上げます。これがまず今日お伝えする1点目であります。次がソーシャルボンドについて、これが自治体として初めてになろうかと思います。グリーンボンドはすでに何年も前から発行しているところですが、このお知らせはですね、今日お伝えすることは東京ソーシャルボンドについてであります。ご承知のように、東京ソーシャルボンドというのは世界的に投資が活発な ESG 債の一つになります。で、さまざまな社会的課題の解決のために発行するという債券です。で、国内の自治体では初のソーシャルボンド発行ということになります。で、この度ですね、調達資金の使途、そして投資家への情報開示が国際的なソーシャルボンド原則に適合しているという外部評価もいただきまして、6月の下旬を目途として発行をいたします。で、発行額については、機関投資家向けに300億円を想定をいたしております。
で調達した資金については中小企業制度融資の予託金、そして特別支援学校の整備などサステイナブルリカバリーを進めて人が輝く東京を実現していく上で支援が必要な都民、そして事業者を支える事業の財源として活用をするものであります。で東京ソーシャルボンドの発行を通じまして金融分野からの SDGs 実現を後押しをする、ESG 投資のさらなる促進につなげていきたいと考えております。で多くの投資家の皆様方の参加をお待ちをいたしております。財務局の担当となっております。それから3点目ですが、今朝お伝えをしたパンダについて改めてお伝えしておきます。上野動物園のパンダの森で飼育をしておりますジャイアントパンダ、オスのリーリー、そしてメスのシンシンですけれども、今年の3月6日に交尾が確認をされまして赤ちゃんの誕生が期待されているところでありまして、そして兆候が見られると、でこれは妊娠時に見られる兆候が確認をされたということであります。でただしジャイアントパンダにはですね、偽妊娠といわれる妊娠していない場合でも妊娠しているかのような現象があるということも知られているんですね。でこのため、現時点では赤ちゃんが本当に生まれるかどうかということはもうはっきりとは申し上げること難しいんですけれども、でもグッドニュースかと思います。で上野動物園は今日からまさに再開園となるわけですけれども、長く閉じておりましたけれども再開園で、そしてシンシンがですねママとなることを期待されるシンシンがですね安心して出産に臨めるように引き続きこちらのシンシンについては展示を控えさせていただきます。でパパのリーリーとシャンシャン、子どものシャンシャンの方については、今日からご覧いただけるということであります。本当に明るいニュースで皆様に赤ちゃん誕生のご報告できること、この後しっかり、見守りながら皆さんと楽しみに見守って、まさに見守っていきたいと思います。先ほど申し上げましたように上野動物園はこうずっと休園だったんですけれども、休園、今回、今日から再開園ということで入園者数についてはですね、事前、まず入園については事前予約制になっているということ、それから1日あたりの入園者数は2000人に制限をいたすなど、コロナ対策を徹底して行っておりますので、その点もご確認ください。で3つの密が生じない新しい動物園の楽しみ方の実践ということにもつながるかと思いますし、また赤ちゃんの誕生をですね、みんなで心待ちしながらシンシンの温かく見守っていただきたいと思います。ということで今日は3点について、お伝えをいたしました。以上です。6月幹事社の産経新聞大森です。冒頭幹事社より3点質問をいたします。1問目は、知事はこれまで新型コロナ禍というのは日本の課題をあぶり出してきたんだということをたびたびおっしゃってきました。その中の一つに憲法が挙げられ、緊急事態条項の必要性も指摘をされています。都として、緊急事態措置継続中ということ、継続中ではありますが、そういった中で知事のお考えをお聞かせください。はい、コロナ禍に関しての現行の法制度についてはですね、さまざまな意見がございます。そして大元のところ憲法の話もありました。感染の拡大を抑制するために都として、現行の法体系の下で、国と自治体が連携を図りながら都民事業者皆さんと一体となって対応していかなければならなかったわけであります。そういう中で法治国家としてできることということで、また都としてなすべきことなどを考えながら対応してきたということであります。
これからもやはり憲法問題となりますと、私も憲法調査会の面に何度か出席もしておりますけれども、まさに立法府としてどうしていくのかということについてはしっかりとご議論いただきたい。そしてまた今感染は減少傾向にはございますけれども、何としてでもリバウンドを阻止するためにあらゆる方策全力を尽くしていきたい、まあ、そう考えております。現在与野党間で性的マイノリティへの差別を禁止する LGBT 法案が議論されています。こうした法案の必要性も含め知事のお考えはいかがでしょうか。まあ、これも国の立法府としての課題だと思います。LGBT などの性的マイノリティの方に対する理解の増進などを盛り込んだ法案と聞いているわけであります。都はこれまでも人権条例など基本計画に基づいてさまざまな取り組みを進めてまいりました。そしてまた今回の一般代表一般質問でもありましたように、同性パートナーシップ制度の検討などについての議論、そしてまた都としての考え方、性的マイノリティ当事者の人権の尊重などなど、多様な性に関しての都民の理解を推進をしていくというのが都の考え方であります。今の質問とも関連するんですが、都立高校の男女別の定員や男女によって合格ラインが違うという問題について、先日の都議会では、今後は是正していくという方向性が示されました。ただそもそも男子校や女子校といったように性別によって受験の機会を閉ざしてしまっていると、受験の機会が閉ざされ門戸が開かれていないという学校もまだまだ多い中で、特に私学に多いわけですけれども、私学を所管するとして今後議論や検討の必要性はあるというふうに考えますが、いかがでしょうか。私学というのはやはりそれぞれ見学の精神に基づいたり、それぞれ特色のある教育活動を実践されて、おられると思います。女子校男子校も教育の特色かと思いますし、生徒にとって多様な選択肢の一つになっているかと思います。これからもさまざまな議論があろうかと思いますけれども、私学というのはまさにそういうものかというふうに考えております。幹事社からは以上です。各社の質問に移ります。質問を希望される方は挙手の上、指示の指名を受けてから社名と氏名を名乗ってからお願いいたします。日本テレビです。先日、政府の方の分科会の会長である尾身会長が東京オリンピックに関連して、国会の方で、何度か答弁をされております。その中で現下のコロナ禍のこのパンデミックの状況で、普通であれば五輪はやらないということであったり、やるのであれば、強い覚悟が必要だというふうに発言されています。これに対するその知事の、考え方と、あと東京都の都知事として都の専門家東京 ICDC 等にですね、東京オリンピック開催時のそのリスク分析等々というのはこれまでされてきたのか、今後されるのかお願いいたします。尾身会長のさまざまな場でのご発言、昨日は国会なんでしょうか、報道で象徴いたしております。この大会開催にあたっては来日人数の削減の徹底、行動管理、健康管理の徹底、そして医療体制見直しの徹底、これは組織委員会の橋本会長もおっしゃった3つを徹底するんだということで対策の具体化を進めているところであります。それから選手や関係者が守るべきプレイブックについては、これからのテストイベントもまたこれまでも開かれておりますけれど、最新の知見を踏まえてさらにブラッシュアップをしていくということ、それから最近尾身会長、急所という言葉よりも人流という言葉をよくお使いになるんですけれども、これは重要な観点だと考えておりまして、不要不急外出の自粛やテレワークの推進、さっきも8時だよみんな帰ろうということなども含めて、それから TDM 工事調整などの取り組みを
実施をしております。これはコロナがあろうがなかろうが PDM スムーズビズというのは前からロードプライシング、それから祝祭日をガガッと変えるなど、すでにいろんなそれこそ人流直接関わることについてはもうすでにシステムとして取り入れているわけであります。こういったことは大会を開催する都市においては大会の時に大体そう基本的にそういうことで呼びかけもし、例えばロンドン大会の時にはですね、これらの呼びかけによって住民の 35% が大会時の平日に、の行動変容をすでに起こしたという、そういうこれまでも知見がございます。でこれからも専門家のご意見を伺いながら、国、これには東京 ICDC も入るということですけれども、国組織委員会効果的な対策について、検討を行って、安全安心な大会に向けての着実な準備ということを進めてまいります。それと今日モニタリング会議で各先生の方から都内で新たに C36 というその変異株、これまで国内で確認されてなかったものが見つかったという発言ございましたが、これについて知事は各先生などからそのいわゆるリスク評価とかっていうのはどういうふうに伺ってますか。まだその点については分析も道半ばではないかと思いますし、まあ、これはそれこそ専門の先生にお聞きいただきたいんですが、まあ、ウイルスというのは変異を続けていくんだろうという認識の中で、それらのについてのさまざまな調査といいましょうか、分析などが行われるものだというふうに思います。ですからアルファ、ベータどこまであるのかあれですけれども、これからもウイルスというのはそういう形で自分の生き残りのためにいろいろと変異をするんだと、逆にそういうウイルスに住み心地のいい、もしくは拡大をするような環境を作らないということから、水際対策を含め、またいろいろな、まあ、さっきの三密いろいろありますけれども、感染防止策というのを取っていくことが必要だというふうに思います。時事通信の斉藤です。引き続きオリンピックについてお話を伺えればと思います。政府分科会の尾身会長は、オリンピックをやるならば、最小化を、してほしいというふうにも求めています。知事はパブリックビューイング会場についてオリンピック期間中の代々木公園の会場については、接種会場に転用するという表明をされていますが、尾身会長の、こうした発言を、踏まえて他の会場についてはどうしていくのか、改めて教えていただければと思います。それから、聖火リレーについても、密集対策として、行動、道路での、道路上での走行を中止して、公園や閉じた場所での、開催をしている、他の県も今増えております。東京都7月9日から聖火リレーが始まると思いますが、それについてのお考えもお願いします。今ご質問にありましたように代々木公園でございますけれども、こちらはワクチン接種会場にするということで、このような準備を進めております。今日視察に参る築地のデポ、車両基地が6月20の末まで閉じることになりますので、それのを受けてその後代々木公園の方で、接種を受けていただくということで、あります。2回目の会場ということになりますので、受ける方々は警視庁や消防庁等の関係の方々、医療関係の方々等々になろうかと思います。で、全国、ライブサイトっていうのは、
東京のほかにも全国にもある予定しているわけでありますけれども、これらについては組織委員会が実施にあたってのガイドラインを作成をしているわけでありまして、今後のコロナの状況や大会の観客がどうなるのか、国内の他のイベントの状況はどうなるのか、こういったことも踏まえて組織委員会のガイドラインを踏まえての準備調整ということになります。聖火リレーについてはいかがでしょうか。同じことになります。東京新聞の岡本です。今のパブリックビューイングの関係について重ねて伺います。今のプレイブックなど組織委員会の方針をもとに判断されるということでしたが、その実際にその他の会場でもやるということになると、感染対策を十分していたとしても、メッセージとして外に出ていいんだというか、他の、ライブサイトに行く方以外に対するメッセージとして、その緩みというか外に出てもいいというようなメッセージを与えてしまうような懸念もあると思うんですが、そういう部分についてはどういうふうにお考えですか。いろいろなお考えがあろうかと思いますけれども、私どもはそれらガイドラインに従った形で、そしてまた密を避ける事前予約等々、いろんな方法で工夫をしているところであります。それらを含めて考えていくということです。もう一点、別で都議選まで、都議選の投開票まで残り1ヶ月となりました。改めて伺いますけれども、知事は特別顧問を務める都民ファーストの会を支援されるお考えはありますでしょうか。今、都政というのは大変重要な局面にあります。また一方で、このコロナ禍においてですね、さらに、都政の改革が求められるということも明らかになってまいりました。それら改革を進めると、それを支えるという都議会と車輪の両輪としてですね、進めていくに必要な方々に対してエールを送りたいと思います。都民ファーストの会の方に限らず支援するという今の趣旨に当てはまる方であれば、都民ファーストの会の方に限らないということでしょうか。いや、それらの改革を目指す方々をエールを送っていきたいと、これには変わりません。最後でお願いします。NHK の成沢です。ワクチン接種について伺いたいと思います。東京都はですね、今後大規模な接種会場というのを、設置含めて検討されていくと思うんですけれども、一部報道では7月以降の早期にですね、5カ所の大規模接種会場を設置する方向で都が検討しているといった内容の報道もあるんですが、最新の検討状況、調整状況をお聞かせいただけますでしょうか。はい、大規模接種会場についてはですね、やはりワクチン接種をより加速していく、他の国見てください、ワクチンが行き届いてつつある国々の行動変容はですね、本当に目覚ましいものもある。ワクチンのこの効果ということについても、さまざまな分析も行われているところであります。よって、ワクチンをいかに加速して接種していくかというのは、すなわちゲームチェンジャーであるこのワクチンをいかに広げていくのか、それと医療提供体制との関係というのは、2つのこの相交わる曲線を描いてくるのではないかと期待をしているところです。で、この今の都議会開催中なわけですけれども、今回の予算案で都内5カ所での設置運営を想定して予算の中に盛り込んでいるところであります。で、今後実施するそのこの大規模会場、これについては住民接種の、実施主体である区市町村との密な連携が必要かと思います。連携しながらそれぞれで進めていくことによって、結果として、ワクチンの接種率も高まる、それによって安心安が広がっていく、ただ1回目受けたからもうマスク外していいんですよ、飲み行っていいんですよということではないので、ここについては他の国でもそういう誤解に基づいた学びたくない例もあるようでございますので、そういったことも踏まえながら進めていく必要があろうかと思います。で、これは地域のバランスもありますでしょうし、
また先ほど今主体となっている区市町村とどう重なりをですね避けながら お互いに事務等の混乱を避けながら進めていく、まあ、そのためにワクチンチームというのを作ったわけです。このワクチンチームを活用しながら、ここは市区町村が入り、それから医師会や看護協会、薬剤師会、医師会、医師会、皆さん入っていただいてますので、そこをですね調整しながら、結果としてワクチンの接種がスピーディーに、この1400万都市、世界最大の都市と言ってもよいかと思います。そこでの、ワクチン接種をより、加速していく。そのためにまず、それら地域バランスなども踏まえながら進めていく考えであります。本日の記者会見は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。記者会見は終了しております。お静かにお願いいたします。記者会見終了しております。ありがとうございました。お静かにお願いいたします。記者会見は終了しております。